not, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. 16日間ピラティスチャレンジ、今日は11日目です。お尻と足、セラバンドを使います。昨日、腕のエクササイズでどのセラバンドがいいかっていうのはちょっとお勧めしましたけど、私が使っているのはこのセラバンドというブランドのフィジオの人とか、病院とか、そして、まあ、ピラティススタジオでも使ってるんですけど、それのグリーンもしくはブルーを使っています。ミディアムからちょっと軽いぐらいのレジスタンス、負荷がかかってる感じです。で、私はこれを長めに買うのが好きで、少し長めに買って、長め、あれか1本だと長さが決まっちゃってるのかもしれないな。私ロールで買ってるからちょっと長い、もしくは短いのを買ってこう結んでつなげちゃってもいいですよね。なので、この長めに買ってこうダブルで使ったりシングルで使ったりするのを気に入ってます。でも普通のスポーツショップで、まあ、長めの一番軽いやつを買ったらちょうどいいかなとも思います。じゃあ今日はこの緑のセラバンドを使っていきましょう。まずはじゃあ四つん這いの形から始めます。で、右足にこうやって引っ掛けてですね、私今日靴履いてますけど、皆さん裸足で大丈夫ですよ。で、こう両手でこうやって押さえます。なので腕の体の揉みでこれが押さえられるので持っててください。いいですか。で、背中がまっすぐなんで腰が反らないようにするのがポイントなので、おへそをキュッと上げてください。おへそをキュッと上げるけど背中の上が丸くなっちゃわないように胸は開いて頭を上げておへそを入れる。いいですか。お尻は両方骨盤のこの骨が下を向いている状態です。で、右足を伸ばします。ぐーっと伸ばして戻す。最初ね、あれ軽いなって感じるかもしれないけど、そのうちすごい感じてくるから、なんでちょっと軽めぐらいでスタートするのがちょうどいいかもしれないね。今こうやって右足だけを動かしている状態なんですが、この時にお尻がどんどん左に行っちゃわないように注意しましょう。お尻真ん中にあります。はい、で今度は上に上げます。腰をアップアンダウンか、ゆっくりアップアンダウンです。お尻が自分で上がっちゃってないかなってチェックするんだと、ちょっと頭下に向けて腰盤の高さをチェックする。大丈夫だなと思ったら頭を上げる。はい、で今度は小さく動かします。ちっちゃく、だいたい8回から10回やりましょう。じゃあ今度左足を入れて右足を抜きます。体が長方形でなってるように、まずは左の膝を曲げて伸ばす。しっかり一番遠くまで伸ばす。セラバンドのいいところはね、これがあることによってどこの筋肉を使ってるかっていうのがすごく感じやすくなるんですね。なんであまりきついのを使う必要はないんですが、ちょうどいい負荷をかけてあげる。で、そして伸ば、こうやってわざと抵抗しながら戻ってくることによって筋肉を短くして使う、収縮して使うだけじゃなく筋肉を伸ばしながら使うことができる。はい、で伸ばして、今度はアップアンダウンです。お尻が右寄ってないようにチェックしましょう。ちょっとチェック、大丈夫ね。はい、でちっちゃく小さく上に上げます。はい、で戻してキャットストレッチ。はい、では今度はもうちょっと足とこのサイドの方を使っていきますね。では寝そべります。ね、こうやってこのエクササイズだとやっぱりセラバンド長めがいいんですよ。皆さん私よりも足長いと思うんで、特に男性とかね、短すぎるとこうキツキツになっちゃうからちょっと長めがいいですよね。はい、でこれを右足に引っ掛けて寝そべります。今日はで手で持って左下の手はこう枕にしてあげる。実際に枕を置いても構わないんですが、背筋をまっすぐ伸ばします。なので上から私のことを見たら体がまっすぐになっているようにしてください。
で手をセラバンドを持ってどっかにこう怒りを下ろすように落としておいてあげる。肩に力を入れないようにします。おへそをキュッと引っ込めるとね、おへそをキュッと引っ込めてこの上のセラバンドが入ってる足をぐわっと向こうに伸ばしてください。でそうすると多分ここに下のウエストのところに隙間ができます。べっちょりついてない状態なんで、もう今腰から上は全部キープです。いいですか。じゃあこれでアップアンダウンしましょう。アップアンダウン、アップしても今の私の下のサイドウエスト、左からのサイドウエストのスペースが変わらないようにする。上の右の腰骨が肋骨に近づいちゃわないようにします。つまりこの右上のサイドウエストのスペースを縮込めないようにしてこの足を動かす。なんでそんなにいっぱい動かないんですよ。それで構わないから、常にこうセラバンドをぐっと押し出してるような感覚を失わないで足を動かします。 OK、 じゃあ今度は足をこの高さ、ちょうど床の平行の高さにキープして、なんでつま先と膝前向いてます。そして前に持ってきます。前に持ってくるときに背中が丸くならないようにする。今度は後ろに持ってくるときに腰を反らないようにする。なんでおへそここで軽く引っ込めてしっかり足を後ろに持ってってください。前に行って後ろ、前に行って後ろ、上半身動いてません、腰も動いてません。前に行って後ろ、前に行って後ろ、吸って前に行って、吐くときに後ろ。なぜかというとここでお腹をふーっとおへそ引っ込めてほしいから。一回、はい、頭の先から足の先までまっすぐに伸びて、これが円の、これから円描くんですけど、その樹形の中心点になると思って、そこから小さな円を描いてきます。きついです。なんでセラバンドなしでやっていただいても構いません。反対回り、OK、 ここに来るの、こことこの足の全体的なこうね。はい、じゃあ今度反対側です。ふう、はい、じゃあ左足を入れて、手を引っ込んで左手で持って寝そべります。下の手を枕にして背筋をまっすぐ、頭が前に出てないように顎を軽く引いて後頭部後ろ、下の足は曲げて手は怒りのように下ろす。左足をぐって伸ばしてアップアンダウン、アップアンダウン。肩に力入ってないですか。肩もこうやって前に出ちゃわないように注意しておいて。で今度前にキックして後ろ、前にキックして吸って吐いて後ろ、同じ高さに保ってるから、この上の私の足がこうワイパーっていうか、もしくはこう大きな丸いチャイニーズテーブルをきれいに拭き取ってるっていうイメージで動かします。なんで腰から上は一切動かさず、足でテーブルをの塵を取る。常に足を遠くに伸ばしてる、これがポイント。で腰を反らない、はい、で、まあ、軸をセット。どこからコンパスだとしたら、ここにコンパスの針がある、ね、ここから均一に円を描きます。なんで体の前だけで円を描いてしまわないように、小さな円で構わないので、小さな円からスタートして動けるようだったら少しずつ大きくしていけばいい。だけど軸は変わらない。反対回り、きついです。あ、お尻が足がね。なのでセラバンド使ってもいいし使わなくてもいいし、お尻のストレッチと足のストレッチしましょう。じゃあまずこうやって太ももの後ろ持って胸の方にちょっとこう揺れます。
じゃあお尻、このお尻ストレッチしますよ。右のくるぶしのところらへんを左の太ももの上の膝に近いところに置いて、両手で左の足持ちます。右手で軽く、私はこの右足をブロックして軽く押しつつ、軽くね、この左の足を引っ張ります。そうすると気持ちよく右足と外側とお尻が伸ばされてます。ここちょうど座骨神経とかが通るところだから、そこが固まってるとね、座骨神経痛とかになりやすいので伸ばしてあげましょう。You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch.